東京都中野区。サブカルの聖地となったこの町に、切実な悩みを抱えるお宅がありました。青木家。この家が抱える問題、それは、そんな家族の思いに応えるべく、この男が立ち上がりました。早めのスープ割り、万田一徹。なんということでしょう。なんということでしょう。なんということでしょう。まあ、今回なんかはそうですね、多分番組的にもつけ麺って初めてですよね。初めてですよね。初めてのつけ麺、つけそばっていうところで、どうしたらいいかなっていうのは正直最初はありましたけれども、まあね、お店の方もどうぞなんて言ってくれたし、でスープも非常に最初からいい形で攻めれたかな、麺も非常に卵って言っていいのかわかんないですけど、こうね、ツルツルの非常にスープに合う麺だったなっていうふうには思いますね。であと中盤から何ですか、ゆず唐辛子っていうところも攻めれたんで、まあ自分的には非常に満足いってますし、向こう側も満足いったんじゃないかなっていうふうには思いますね。ただ一個だけ言えるとしたら、今日は風が強い。さーて、来週のたくみさんは、父さんと駅で会ったんだって。あら、妙子さん、たーま、わかめに、はい、プレゼント。マスオさん、父さんと駅で飲んで帰ってくるんだって。じゃんけんぽん。うふふふふ、うまっとっとん。